日何をするかっていうと、久しぶりにね、マニックパニックで髪を染めていきたいと思います。はい、で前回はホワイトブリーチをしてからピンクと紫を混ぜて染めていったんだけど、今回はホワイトブリーチはしないで、そのままもうこの髪に塗っていきたいと思います。でね、すごいプリンなんだけど、綺麗なモデルさんだったらプリンもすごい可愛いんだよね。私がやったらただ美容室行けてないお金ない子みたいな感じになるのかもしれないけど、で前回はピンクと紫を合わせていたんですけれども、今回はプルップシュプシュ、こちらがピンクですね。ホットホットピンクっていう、もうすごい濃いお色味でございます。いかがでしょうか。これはオレンジです。お色味はエレクトリックタイガーリリーっていう、もうディズニーみたい。ちゃんちゃかちゃんちゃんちゃんちゃかちゃかちゃかちゃんちゃか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 、てか今日すっぴんなの恥ずかしい。ということで今回はピンクとオレンジを混ぜていきたいと思います。なぜならば、可愛い海外のインスタグラマーさんがオレンジっぽいピンクっぽい髪をされてたの。だから私も真似したいなと思った、それだけ。で今回も汚れてもいいように300円の T シャツを着ております。子供用の150センチの T シャツです。150センチも着れるよっていうアピールをしておきます。はい、ということで早速やっていきましょう。そう、もう少しでね、私ディズニーに行くの、お友達と。だから髪の毛ね、可愛くしたいなと思って染めます。だからね、失敗は許されないの。え、可愛いじゃん、トマトみたい。わー、すごい可愛い。あ、なんか匂いも違う。若不思議、若不思議。イエイ。このピンクとオレンジの分量をどうするかっていうのがキーポイントだと思うの。入れていきます。美味しそう。あ、全部入っちゃった。ママミー、全部入っちゃった。ピンクも入れていきます。赤いね、赤くなっちゃうかも。そりゃそうだよね、オレンジとピンク混ぜたら赤になるって小学生の時習った。ケチャップみたい。ねえ、塗りたくない、これ髪に。赤になっちゃうじゃん、赤になっちゃうじゃん。でもアリエルになれるか。アリエルになれるわ。では早速塗っていきます。なんか汚い色になる予感しかしない。帰りたい。怖い。ジオンって感じ。冷たい。ピンクっぽいじゃん。塗ったらピンクっぽい。やだ、穴開いてた。エッチ。はい、こんな感じでできました。ちゃんと櫛で溶かしていきます。もうね、髪が痛みすぎて櫛もねスーっていかないの。ドゥ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 、史上最大に今傷んでるんですよ。もう髪バッサリ切ろうかなと思って。でも髪切ったところでまたのここまで髪が伸びるまでにブリーチ何回もしちゃうから、もう一生このルーティーン、ループ、無限ループ。そう、手袋がね穴開いてたからこんな感じで色がついちゃった。イエーイ、イエーイ。いつか必ずおじさまが私を見つけ出し、では洗い流していきます。はい、髪を洗い流してきました。3、2、1、じゃーん。やっぱり赤髪になっちゃいましたね。でもアリエルみたいだし、キングダムハーツの帰りみたいだからよしとします。でも本当はね、ピンクが良かったの。でもピンクっていうのはやっぱり髪がね、白くなきゃピンクはなかなか入りづらい色なので、難しいですね。
前回のマニックパニックの動画とほとんど変わらない髪色になっちゃいましたね。難しい。こんな感じです。やっぱりオレンジも使ったのでオレンジっぽさもありますね。で、今回オレンジは全部使ったんですけど、ピンクがね4割ぐらい残ってるのでまた使おうと思います。一応ね、赤髪に合うようなメイクをね今日はしてみました。アイシャドウはねピンクとか赤とかいろいろ混ぜました。で、チークはオレンジをね今日は使いました。楽しい。で、後ろとか絶対ムラがすごそう。このガガちゃんみたいな髪色にしてみたいな。ということで今日はマニックパニックで髪を染めていきました。いかがでしょうか。ちょっとでも垢抜けたら嬉しいです。芋臭かったら嫌だな。はい、少しでも似合ってるなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後まで見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。